糸は、イントデッチドンは、1965年10月25日から1967年6月26日まで、TBS 系列局で放送されていた朝日、放送制作のコメディ番組である、顔石鹸の一社提供、全88回、放送時間は毎週月曜19時19時30分。大阪、船場にある老舗の五福丼屋を舞台にした、公開コメディで、 古いしきたりに、真っ向から対立する三人の意図は、んと、彼女たちを助ける三人のデッチたちの活躍を描いていた。毎回話の始まりでは、大松が、大松、ことわざ集という、ことわざのパロディをやるのが定番だった。かつてネット系列局で放送されていた毎日、放送制作の、番頭は、んとデッチドンの姉妹版で、番頭版の花と箱が、原作。 脚本を担当していた。出演者は、番頭班にも出演していた、大村ンを中心とするメンバーで、花木慶や夢じいとし、木屋地小石といった、関西の喜劇人をはじめ、少年で史役で、子役出身の図淑吉高が出演。また、三沢明美や薪道るなどの女性歌手も共演していた。番組冒頭では、大村、花木、牧の三人が、 花王石鹸と書かれたのれんをくぐり抜け、おいでやす。毎度おきにと挨拶した後に主題歌を歌った。その後、番組出場希望者から選ばれた一般参加者が1名登場し、賞金1万円と花王石鹸の製品とサイン入り色紙を送られた。さらにその参加者は番組本編のコメディにも参加した。番組後期の公開収録が行われていた。 ABC ホール収録は ABC ホールで行われていた。当初は新朝日ビル内の初代ホールを使用していたが、朝日放送休暇屋に2代目ホールができてからは、こちらで行うようになった。参考、毎日新聞宿札版毎日新聞社、1965年10月25日から1967年6月26日付のラジオテレビ欄、初回の 前夜祭りでは大村ほか出演者たちによる自己紹介と歌唱が行われた。ありがとうございます。